私はなんといってもあの NGK ぶりの負けへんでを関西チーム5人で歌うので、まああのやっぱり心を込めて、私も親が来るのでちょっと気持ちを込めてその負けへんで、まあ昼夜公演ともに2回歌わせていただくんですけど、ちょっとあのしっかり5人だけなんで頑張って自分もちゃんと歌って、はい、それを成功させるのがまず第一の目標ですね。頑張ります。頑張ります。頑張ります。2ステップとかは大丈夫です。最初1番、はい、ドキドキしています。まあ、ドキドキしてないんですけど、どうしようどうしよう、久々なので振りとかがこう曖昧になってたりして先生に怒られたりしたので、本番はちゃんとできてるように頑張ってきます。この後関西アイドリングが負けへんでを披露、そして重大発表が。書いてるよな。そう、まあそうやで、滋賀県やで。でもさ、ほらそう言ってる私も兵庫県なんで、うんうんうん、だからまあ出身はバラバラなんですけど、うん、あの関西から上京してきて、あの東京こうしてね、うん、アイドリングとして活動して、東京という砂漠に飲み込まれながら東京砂漠に飲み込まれながら、時にまあ孤独に不安になったりしますよね。そうですね、遠く離れた西の地で待ってる家族や友達にこの思い届いたらいいよな。はい、そんな感謝の気持ちを込めて歌いたいと思います。聴いてください、負けへんで。前を向け胸を張れ、星は空にしかない、
ュースの時間です。びっくりした。たった今最新情報が入りまして、皆さんにね5人にお伝えしなければと思ってやってまいりました。5人で頑張ってまいりましたこの関西アイドリングなんですけれども、実は本日をもちまして、負けへんでの配信が決まりました。しかもですねそれだけではありません、せっかくなら CD に入れちゃうみたいな話が持ち上がりまして、ただでも入れたはいいけど売れなかったらどうするんですか、とポニーキャニオンサイドから言われまして、だったら有線とかで50以内に入ったら一緒と向きになったところ、入れるんですか、ちょっと軽い感じで失笑されたので、じゃあやってみようよということで実際にやってみたいと思います。ですから、先ほどの負けへんでが優先で50以内に入ったら CD が決定とはですね、とは言ってもなかなか上位に入れないということで、そんなに難しいんだったらポニキャンさん30以内に入ったらなんかしてよと調子に乗ってお願いしたところ、じゃあ PV でも作っちゃいます、とまた軽い感じで言われたので、その言葉忘れないでよということで、30以内に入ったらまさかの PV 制作です。でもね、優先って本当にリクエストの数が全てなので、結構ハードル高いんですね。そうですよね、かなり高いですよ、ハードルかなり高いので、皆さんが頼りです。お願いします。詳細は番組の土下座ですか、本当にお願いします。